IBM 7950ハーベスト IBM 7950はアメリカ国家安全保障局に納入されたシステムで IBM 7030に特別な周辺装置を付加したものである。ハーベストとも呼ばれる。IBM が構築し1962年に納入され1976年まで10年以上に渡り運用された暗号解読向けに設計されている。 1958年4月、IBM のストレッチを NSA 向けのカスタマイズしたバージョンの最終設計案が承認され、1962年2月に実機が導入された。ジェームズ・エイチ・ポメレネが設計し、ニューヨーク州ポキプシーで構築した。電子回路はストレッチの2倍の規模のものがストレッチ本体に付加された。 若干の命令の追加が行われており、アーキテクチャ的にもストレッチより拡張されている。NSA による評価では、当時の市販のコンピュータに対して50倍から200倍の性能を発揮したという。ハーベスト用磁器テープカートリッジストレッチに追加された特性周辺機器として以下のものがある。ストリームコプロセッサにより、毎秒300万文字を処理できた。トラクター磁器。 テープシステムは当時としては珍しい機能を備えていた1.75インチ幅の磁気テープをカートリッジに収めたものを媒体とし6台のドライブを備えライブラリーから自動的にカートリッジを取り出してドライブに装着し自動的にライブラリーに戻すことができる転送速度とライブラリー機構の性能はうまく調整されており2つのテープからデータを読み取りつつ3本目の テープには書き込むことができ、その間に残り3台のドライブのカートリッジ換装が可能となっていた。ハーベストの最も重要な運用モードとしてセットアップモードがある。数百ビットの情報でプロセッサーを設定すると最大2つのストリームとしてメモリからデータを読み込み、処理結果を別のストリームとしてメモリに書き戻す。2つのバイトストリームは結合され、 テーブル内のデータ検索や様々な値の出現頻度を求めるのに使われる。個々の値は1ビットから16ビットまで任意の幅で任意の境界で配置でき、多段階に入れ子になったループで繰り返し読み込むこともできる。α と β という2つのプログラミング言語がハーベスト専用に設計され、α はマシン納入時にコンパイラとして提供された。 マシンの用途の一つは、監視リストにあるキーワードを全文検索することだった。海外の暗号を解読した700万以上の文書から7000以上のキーワードを4時間で検索する能力があった。また、ライというシステムで拡張されて、ハーベストにリモートアクセスできるようにし、暗号解読そのものにも使われた。1965年の NSA の報告によれば、ライは、 暗号解読システムを利用できる機会を増やし、危険な状況を突き止めることを可能にした。手作業では、数時間から数日かかっていたものが、マシンを使うことで数分で解読できるようになったという。ハーベストは、解明済みの暗号システムの解読にも使われた。先日の報告では、解明済みシステムの多数のメッセージの解読も、このシステムで定期的に行っていると記している。 ハーベストは NSA で1976年まで14年間使われ続けた。退役となった原因の一つはトラクターの代替部品の入手が困難になったためである。IBM はそのアーキテクチャを最新テクノロジーで再実装することを辞退した。ありがとうございます。